Oh, black. Oh, burned already. Yeah, too slow. What? I'm very sure, listen.皆さん、ワッツアーバッバー翔太でございます。今日なんですけど、沖縄最終日でございます。パチパチしていいのか、悲しんだ方がいいのか、どっちなんですか？イエーイなのか、どっちの方がいいですか？ルーさん、どっちの気持ちですか今？両方、私たちの目標、はい、日本一周、はい、だから、いつも県入って、違う場所行って、はい、いつも全部日本一周終わりたい、うん、でも悲しい。はい、沖縄3ヶ月行ったんで、いつも違う県終わりますと、うん、楽しい気持ちがあります、はい、見てくださいこのビュー、これが沖縄ですよ。まあ僕ら3ヶ月滞在したんで、もう結構慣れて、あ、沖縄のビーチってこんなんやってなってると思うんですけど、多分もし本州また帰ってまた来たら、うわ沖縄のビーチめっちゃ恋しいってなりますよ。沖縄ビーチ最高、すごい、めっちゃ綺麗なビーチあります、はい。まあ、だから今日なんですけど、まあ、最後の日ということで沖縄の那覇の近くかね、これ那覇の近くにある無料キャンプサイト、ここめっちゃいいですよ。無料キャンプサイトあんまないもんね沖縄は。多分全然ない、このキャンプ場だけ、このキャンプ場だけかね沖縄である。まあとりあえず飲みましょう。はい、Getting warm by the fire here。 今日はもうお疲れ様ですみたいな。オリオン、最後のオリオン、最後のオリオン、このオリオン私の一番お気に入り、日本のビール。発泡酒好きですか？オリオンは私のお気に入りビール。ああ、そうですか、はい。もう一個オリオンあるでしょ？ゴールドワン。ゴールドワン、レギュラー。うん。安い。チープワン。同じ味。なるほど、全然分かってへんの。前、私のお気に入りビール、サポロ。わかりました。でも今、オリオンに変更ですね。わかりました。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん、お疲れ様です。ありがとうございます。沖縄の人。めっちゃうまいビールかもしれん。めっちゃ美味しいわこれ。ルーさんポップコーンやばい。めっちゃ悪い。美味しい。ブラック。ブラックですか。Burned popcorn。まあどうですか、3ヶ月滞在してみて沖縄。まあ初め八重山から始まって、八重山どうでした？正直八重山僕めっちゃ好きです。正直私のお気に入りエリア、うん、多分岡山、岡山でどこだよね。僕の地元の横じゃないですか。どこまで飛んでも飛んですか、ルーさん。沖縄いやいや、よでもどんじゃんすか、早いな。沖縄、ま、これだけしか飲んでないんすよ。いや山、奥山なんやねん、全然思んない。 OK、行きましょう。そう、でいやいや、まあ、私の送り入れエリア、コンビニあんまりありません。あ、やっぱ手つかずやもんね。なん結構やっぱ都とか本島とかやったら結構いろんなとこ栄えてるじゃないですか、シティがあったり、シティライフ、うん、ちょっと、うん、でも八重山はほんま手つかずの自然が残ってたり、手つかずの文化とかね、古い沖縄のなんか味が楽しめる、めっちゃ良かったです。石垣だけコンビニあります、うん、あ、まあ石垣はちょっとね、あの結構便利で、ちょっとファミリーマートあります。ローソンとセブンイレブンありません、うん、はい、でもそれ以外はもうほんまもう秘境っていうか秘湯っていうか、もうね、手つかず、これがもう良かった。で、宮古はどうですか、ルースさん。宮古も良かった、もうビーチやばい。宮古ビーチめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、ルースさんも。最高。多分一番綺麗なビーチ、うん、見ました。そうやね。見たことある。うん。なんか皆さんも、もしビーチってなったら多分宮古がいいと思います。はい、多分、旅だけ、うん、2週間、or 週末だけで宮古めっちゃいいと思います。ね、あの5個の島もね、いろんなとこ自由に行けるし。はい、橋めっちゃ便利。橋も便利ですね。はい。うん、で、本島も、もうすごいんですよね。すごいって、何がすごいって、めっちゃでかい。とりあえずどうですか、あの僕らやっぱ八重山で 2ヶ月ぐらいいたんで、八重山の感じが沖縄かなと思ってたんですけど、本島に来てみたら、あらびっくり、めちゃめちゃでかい。はい、やばい、ね、めっちゃ大きい街、うん、めっちゃ、like、スターバックスあります、コンビニあります、うん、タプリコンビニ、マクドナルド、そうだね、ちょっとびっくりした、正直。でも、まあ、南の方は、那覇の近くはめちゃめちゃでかいんですけど、うん、また上の方、北の方に行ったヤンバルの国立公園とかもめっちゃ自然綺麗です、うん、まあ今回ちょ天気が悪くてなかなかドローンも飛ばしたりもできなかったし撮影できなかったんですけど、もし自然が好きやなっていう人はやっぱり本当あの北めっちゃおすすめです。めっちゃ綺麗、自然めっちゃ綺麗、西表みたいなちょっとジャングル感もありましたよね、はい、同じ雰囲気ですね、雰囲気ありましたよね、うん、ハブに気をつけてください。ハブにはもう十分皆さん気をつけてください。俺でもハブもなんか昨日前沖縄の人と話したら、あの沖縄の人でもあんまりハブは見ないらしいです。あ、そうですか。やっぱり山とかそのジャングルの中に行かないとなかなか道端にあんなとこハブおるやんっていうのはなかなかないって言ってました。めっちゃいい、もし沖縄住んだらめっちゃいい。
はい、まあでもその一方ね、ちょっと悪いところもありましたよね。悪いところありました、沖縄の。そう、多分みんな多分知ってる、うん、もっと高い。あ、まあまあまあ、それはね、はい、食べ物もね、スーパーとか行っても高いし、ガソリン何本やった？入り表の時一番高い、178ぐらい、はい、覚えてます？青森107円ですよ。78円違う、全然違う、ね、ねえ。でまああと他何がありましたっけ、コスト。あ、フェリーもね、移動費も高いし、あとキャンプ場もやっぱり無料のキャンプ場があんまりないんで支払わなあかんし、まあ本島でずっとあの車中泊したら結構無料で行けると思います。道の駅でね、車中泊したり、でも八重山とか宮古ではあんまりないんで、まあ宮古でもまあ車中泊、まあどこでも結構 OK みたいな、禁止されてるとこないみたいな感じだったんで、オーバーオールイズグッド。まあでもいいところがやっぱ多すぎるんで、沖縄それでもやっぱりなんとかやっぱりいいところと悪いところ比べてだいぶいいところの方が勝ってるんで、この海の綺麗さとかね、自然のね綺麗さとか、人の良さとか、食べ物も美味しいしね、泡盛さんも美味しいしね。泡盛さん、正直普通日本酒もっと好き。ルーさんいつも、ルーさんいつも泡盛さんのこといつも大盛さんって言うでしょ、いつも大盛さんって俺の友達やん。大森さんのもガー言うて、大森さんと俺の友達、あーですよ、あーわーですよ、大森県の、あーおーの、のあーおーじゃない、あーおー。友達の名前は大森、めっちゃ大森さん、大森さん、梅、梅、ちょっと気をつけてください、この感じ。 I always say 青森県、気をつけてください。お、な、You always say 大森のもか、それダメですよ、大森のもかはダメですよ。すみません、大森県。 Beard、たっぷり。 Which island you like most?一番難しい質問。なんでやねん。僕はもう決まってますよ。西表、僕は。はい、西表一番好きなんですけど、まあ、西表ちょっと複雑なんですよ、皆さん。これちょっとなんでみんな西表もうちょっと動画出さへんかったんとか、結構いろいろ質問あったんですけど、結構まあいろいろな人と出会って、もうなんか静かにそっとしといてほしいっていう人がやっぱり多いんですよね。僕らはこうやって YouTube 出すことによって、みんなに知れ渡ってもたら、そのそっとしてほしいと思ってる人の、気持ちを壊してしまうということで、なかなかあの YouTube では難しい。でも個人的にはめっちゃ好きやし、もし動画なしでもめちゃめちゃ楽しめたし、動画撮らへんとかなったらまずどこ行きたいってなったら西表だと思います、僕は。ルーさんどこですか？石垣めっちゃいい、多分めっちゃ綺麗な場所、うん、like untouched area also、うん、a little bit、うん、and then like、めっちゃいい居酒屋とレストランと、like you have like the convenience、うん、of like that, but、うん、also you have like beautiful place to, it's like good mix, good mix。 好きってずっと言ってますよね、うん、ナイトライフとかもめっちゃ良さそうやし、はい、自然行きたいなと思ったらめちゃめちゃ簡単に行けるしね。多分コロナの後、多分石垣めっちゃ帰りたい。石垣は結構長く、居酒屋めっちゃ行きたい、バーめっちゃ行きたい、もう長く住めそうやね、何しようめしようやねって感じもね。And also, it's a good place for doing like ferry. You can get ferry to everywhere. Maybe you can stay long time. Yeah, maybe go for 1 month, 2 months. Yeah, maybe. Yeah. ね。そうですね。そう、多分みんな多分めっちゃ知りたい。どこ行くの？あ、そうやね。そうや。そうなんですよ。まあ今日沖縄終わりということで、まだ次のデスティネーション、次の目的地に向かうんですけど、正直まだわかりません。どこに行くのか、今からこのまま九州に登っていくのか、またそれとも一気にどっか違うところに行くのか、まだ分かりません。 Promise me one thing、うん、We're not gonna drive to the coast of Japan again. You promise me? 鹿児島から、鹿児島から青森まで次まで車で行ってもだろうか。無理ですか？無理？分かりました。Are we ship it and then we take the train? ああ、そうだね。まあ、皆さんまた楽しみにしとってください、次どこに行くかね。ということで皆さん、今回なんですけど、まあ今日で沖縄編終わりっていうことです。皆さん、まあありがとうございます。沖縄の人ね、いろいろ気かけてくれて、いろんなところで出会って、あのほんま素晴らしい出会い、ありがとうございます。で、ひとしさん、ほんまいろんな、ね、あのリカメンテーションとかで、まあ、もう結構沖縄では結構いろいろ辛いことがあったりしても、バンライフやめようかとか思ったり、辛かった時あるんですけど、やっぱり視聴者さんがいつもコメントくれて励ましてくれたおかげで、今こうやって沖縄終わりましたみたいな、こういう乾杯ができてるんで、
ほんま、シロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこれからも、よろしくお願いします。ルーさんということで最後、チェース。お疲れ様です。皆さん、ありがとうございます。See you soon, Okinawa. おいおい、カメラ終わったからってこっちかぶりつっきょんで。ないよ。うつ、カメラ切ったらもうこっち、ごえくれ言うて、かぶりついてんきょん。Maybe stopping your face over there. You want? Mm-hmm. I don't want your stinky crisps.